皆さんこんにちは、こんばんは。今回は臨時句の基礎です。問題をじっくり解いてみたい人は一時停止をしてください。解説を始めます。輪軸はてこと同じです。視点はここ。距離の比は2対1。ということは力の大きさは逆比で1対2になります。三角1が 50g なので三角2は 100g です。輪軸を回転させて重りを動かします。半径の大小に注目します。輪軸が回転すると内側は小さく外側は大きく移動します。重りを10センチ移動させます。半径の比から外側が2、内側が1です。丸2が10センチなので丸1は5センチでした。半径を見ます。3対1です。力の大きさは逆比で1対3です。三角3が 60g なので答えは 20g です。重りを 10cm 持ち上げます。半径の比が1対3なので移動する距離の比も1対3です。丸1が 10cm なので30センチが答えです。今度は重り2つと引っ張る力が1つ、合計3つの力があります。輪軸を回す方向で仲間分けするとこのようになります。力が3つあるので力のモーメントの式を作ります。支点からの距離が8センチと10センチなので赤チームのモーメント、青チームのモーメントです。四角の値を求めます。答えは 34g です。青10センチ移動させます。この輪軸をよく見ると同じ半径の輪軸につながっています。ということは10センチ引けばいいことがわかります。ちなみにこの図だと紐を引くと青の重りは下がります。これも3つの力があります。モーメントの式を作ります。この2つは仲間です。赤チームと青チームです。四角の値を求めます。答えは 100g です。重り E は一番小さい輪軸に、引っ張る紐は中の輪軸についています。半径が1対2なので移動する距離も1対2です。丸1が 10cm なので答えは 20cm でした。最後の問題は2つの輪軸が紐でつながっています。どのように考えたらいいでしょうか。切ってしまいましょう。すると一つ一つの輪軸の問題として取り扱えます。まず重りの重さが分かっている左の輪軸から考えましょう。半径の比は5対4なので力の比は4対5です。三角4は 40g なので三角5は 50g です。これで左の輪軸は終わりです。今度は右の輪軸を考えます。ところでこの紐はもともとつながっています。こっちが 50g で引っ張っているなら
こっちも 50g で引っ張っています。右側を考えます。半径の比は2対1、力の比は逆比で1対2、三角1が 50g なので答えは三角2の 100g でした。今度は移動する距離です。また左だけ見ましょう。半径は5対4なので青が丸5で赤が丸4、丸5が10センチだから赤の部分は8センチになります。次に右を見ます。ここで8センチ移動した紐がつながっていることを思い出してください。半径の比は2対1です。赤が丸2、青が丸1、丸2が8センチだから答えは4センチでした。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。